ご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子のバオシンです。ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、それからチャンネル登録をお願いします。新しい旅行シリーズ始まりました。題して北東北編と名付けてみました。ここに駅名表を出しておりますけれども、現在地は岩手県の県庁所在地、盛岡市にある盛岡駅です。今回初めて足を運びました。で、予定としては6、7本ぐらいの長編映像作品を配信させていただくつもりでいるんですけれども、この映像を撮ったのが2023年の5月1日なんです。残念ながら青春18切符も JR 東日本が取り扱っている北海道東日本パスという7日間連続で使えるフリー切符あるんですけども、利用期間外でして、それならそれで普通乗車券と地域限定のワンデーパスを使って、今いる盛岡市を出発地として、まだ東北地方で行ったことがない青森県秋田県を4泊5日の行程でぐるりと一周する鉄道旅行を企画してみました。で、このチャンネルにおいて実質的に日本列島の半分を旅したことになる、とても大事な意味を持つ記念すべき旅行映像シリーズです。ぜひ期待して見ていただければと思ってます。前置き長くなりました。本題を言います。この盛岡市に神子田朝市というとても活気のある朝市があるんです。厳密には一駅南側の仙北町という駅が最寄りの駅になるんですけれども、歩くかタクシーにするか考えているところなんですが、岐阜県高山の宮川朝市以来でしょうか、2年ぶりに取り上げる朝市です。ぜひ楽しみにしていただきたいです。その上でもう夕方の5時25分です。こんな時間に訪ねたところでやってるわけがありません。ということで、東京からおよそ11時間かけて盛岡に来ました。お腹空いてます。朝市の方は夜が明けてからご紹介させていただくとして、たまたま撮影交渉をさせていただいたら、OK がもらえた居酒屋さんなんで、ぼちぼちとその居酒屋さんに向かいたいと思います。やってきました。盛岡駅から地下道を抜けて徒歩2分のところに、今晩一泊させていただく盛岡シティホテルさんあるんですけども、同じ建物の中に駅前住み串屋トリボンさんあるんですけど、1名なんですけど OK もらいましたんで早速入りたいと思います。店内に入るとほどなくしてカウンター席へ。トリボンさんのすごいところはお通し台がないんです。生ビール来ました。トリボンさんの2つ目にすごいところは、卓上にある QR コードをスマホで読み込むと、そのスマホで全ての注文ができる仕組みになっていること。いただきます。ただこの日は特別に口頭での注文対応をしてくださいました。あー、うめ。東京から11時間かけて来た甲斐がありました。本日のおすすめということでこちらを注文しました。こちら桜エビと小ネギの卵焼き、税込み748円です。お好みでお醤油かけていいそうなんでかけます。桜エビの甘くて弾力のある食感と卵の相性が抜群です。盛岡りんごハイボール660円、早速いただきます。甘さの中にハイボールの苦味がグーッと入ってきて飲みやすいです。運動会サラダ小盛り411円です。黄色い食材がサクサクとした食感があります。に加えて生野菜、ドレッシングがいい感じに旨味を引き出している。そして居酒屋といえばやっぱりこれ、焼き鳥のおまかせ5本盛り税込960円。右側からもも、皮、つなぎも、ぼんじり、ささみ、わさび。さらに同じタイミングでこちらも釜石の地酒ハマチドリが来ました。おお、なみなみと、これは飲みがいがあるぞ。じゃあいただいてみようと思います。完全なちゃんぽん状態。
なに露骨に自己主張するお酒ではないです。甘すぎないお酒です。おじり節、焼き加減もちょうどよくて適度な柔らかさと塩加減、嬉しくなりますね。お次は瓶ボケで随分見づらいですが皮です。またもやピンボケで焦点が全く合っていませんが、次は砂肝です。砂肝は食感をちゃんと生かしたまましっかり火を通してやります。わさみわさび、まあパクっていきます。こんなにわーっと口の中に辛さが来るような感じではないと思います。わさびの辛みはあるんだけど、自己主張が強くない感じです。最後にこの桃串をいただきます。焼き鳥に関しては結局ほとんどピンボケしたままのご紹介で大変申し訳ございません。ちゃんと火が通ってるし、表面は焼きそばじゃない、いい焼き鳥ですね。こうして食べ進めていきまして、なんか満たされました。ということで感謝の気持ちを込めてごちそうさまでした。この日使った飲食代の総額は4136円でした。お腹いっぱいにもなりました。酔っ払いました。そろそろホテルチェックインしたいと思います。早速中に入ります。今回盛岡シティホテルさんで一泊させていただくお部屋、簡単にご紹介したいと思います。割引もありまして、一泊素泊まり5900円、いつも通り楽天トラベルのサイトから予約をしました。ベッド周りこんな感じになってますね。割とシンプルなビジネスホテルのお部屋になってます。ハンガーは3つ、こちら側に鏡もついております。うまく使えば帯を締めたりとかはできるでしょう。腰の位置までカバーできるようになってるから大丈夫だと思います。こちらには空調のリモコンとテレビがついてます。バスルームはこんな感じです。明日早いのでそろそろ休もうと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。窓の外を見ていただいて分かる通り、まだ夜が明けたとは言えない状況です。じゃあなんでこんな時間帯にこの映像を撮っているかと言いますと、今回の北東北編第1話で取り上げる神子田朝市さん、朝5時から始まるそうでして、それに合わせて準備をして一晩お世話になった盛岡シティホテルさんのチェックアウトをこれからしようと思っているところです。盛岡駅までは徒歩2分です。まずは一駅お隣の仙北町駅向かいたいと思います。神子田朝市、どんな朝市なんでしょうか。非常に楽しみです。外真っ暗かと思ったら結構明るかったです。正面に地下道があるので、地下道を通って盛岡駅向かいたいと思います。盛岡駅戻ってきました。始発にはまだ早いですが、改札抜けたいと思います。北東北、割と紙の切符でないと乗れないエリアが多かったんですけど、2023年5月27日から交通系 IC カードで乗車できるエリアが拡大するようですね。盛岡駅の5番ホームに降りてきました。始発の普通列車もう止まってますので乗り込みたいと思います。
東北本線上り方面の始発列車が出発する時刻は午前5時10分。少々もったいない使い方かもしれませんが、本作と次回配信の北東北編第2話では、前日に一関駅で購入した岩手ホリデーパスを乗車券として使います。2023年5月2日午前5時10分、盛岡駅出発しました。盛岡駅を出発してほんの3分ほどで天北町駅やってきました。このホームに降りたのも当然初めてなんですけど、あちらにですね綺麗な山が見えてちょっと感動したので見ていただきたいと思います。この時間帯の天北町駅は無人駅らしいので、ホームに降りたのはいいものの、ここから先、神子田朝市まで。さて、どうやって行きましょうか。仙北町駅の駅舎の外に出ました。でも、ローカル線の駅舎っぽい雰囲気を感じますね。ひとまず仙北町駅離れまして、目の前に大通りが見えるんです。で、この大通りを左に曲がっていくと、橋もあったりとかして、そこから先に神子田という地区があるらしいんです。大通り見えてきました。やってきました、盛岡神子田朝市。初めて来たんで、仙北町駅から徒歩で約40分ぐらいかかっちゃいました。朝市の関係者の方に動画撮影しても大丈夫ですかって事前に聞いてご了承はもらってますので、ご迷惑にならないようにしながら散策して回ろうと思います。はい、どうも。朝がゆなんてやってるんですね。昨日酒飲みすぎたからいただいていきましょうか。先ほどのお父さんからいただいたヘルシー朝がゆ、古代米も入ってるみたいです。いただいてみます。これ本当に胃に優しくていいですよ。で、お粥だからスーッと体の中に染み込んでいく感じがします。まるでスープのように飲めますよ。朝がゆ完食しました。ごちそうさまです。朝がゆいただいてる間にお父さんのお店めっちゃ行列できてますよ。朝がゆをいただいたお父さんの隣のお店でエビ天むすを見つけました。食べてみようと思います。エビ天むす買いました。この後すぐ実食します。これが先ほど買ってきたエビ天むすです。うん、エビがプリップリで美味しい。で、そこにほかほかのおにぎりを包み込んでるから塩加減も申し分ないし、めっちゃうまいです。神子田朝市、もちろん朝市なんで美味しいものだけじゃないです。新鮮な果物とか野菜とか売ってるところはあります。あとはフリーマーケットもあったりします。リンゴも売ってるな。なんか面白そうなものを売っている噂のキッズに、気になる名前に惹かれて手を伸ばしてみました。なんか全国ネットの情報番組でも取り上げられたことがあるらしいです。
のひっつみをかけて食べるものらしい。このぐらいにしましょう。で、こんな感じで結構麺が太いです。じゃあ食べてみます。もちもちした麺の食感と一緒に野菜のシャキシャキ感も味わえる素晴らしい一品だと思います。一気に食べ終わりました。ごちそうさまでした。神子田朝市さんの魅力、僕なりにお伝えできるようにと思って、美味しいものが食べたいという欲に駆られてグルメ中心にお見せしました。そろそろ神子田朝市さんのお開きの時間に近づきつつあるので、ここでエンディングとさせていただきたいと思います。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。次回の北東北編第2話ですが、今度は盛岡を出発地として花輪線と大府本線を経由して弘前に向かう鉄道旅行をお見せしたいと思っております。余力があれば盛岡冷麺をいただいてから弘前に向かおうと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。